30分なんて誤差だろ。コメントありがとう。え、じゃあさ、あの、じゃあこれ30分誤差なんでしょだったらさ、もう一個さ、中岡に話していいあの、地下鉄駅のさ、ホームのところでさ、声かけられた話していい ?30 分は誤差なんだよね。あそこ僕歩いてたのよ。うん。しかも朝。はい。あそこ歩いてさ、移動したんだそしたらさ、柱のところにさ、あの、おばあさんが座ってて、あの、あちっちゃい腰掛けれるところか。いや、違う、柱に。 あ、なんもない柱になんもないとこに。はい。おばあちゃんが座ってます。柱のとこ座ってて。えって思ってさ、一瞬。でもまあ、すれ違って行こうとしたら、じゃあ、お兄ちゃん、ちょ、ちょ、ちょっとお兄ちゃん、ちょっと。声かけてきろ。うん。お兄ちゃん、寒いから止めてくんないって言われて、家に止めろって言いますよ。はい。いや、あ、え、いや、あの、猫飼ってるんで、うん。 それ言っちゃいきなりさ聞かれたらさテンパってすぐまともな回答返せないよ、僕も用意してたら別なんだけど玄関止めて玄関止めてで僕いやあのいやあのあのあのちょっとあのすいません本当あの段ボールいっぱいあるんでそれ1点ばっかり次から次に段ボール来るからちょっと 止まるとこないんですよ、みたいな感じで、もう、すごくテンパって、ちょほんと本当あの、ごめんなさい、本当あの、あの、本当すいません、あの、あの、あのマンでしょ。あの、本当すません、急いでるんでごめんなさい、あの、すいま,ませんって感じで、まあそれ正解かもしれないよ、振り切ったのは。でも、なんか、5分ぐらい歩いて、だいたいさ、大通り駅入ってさ、なんかもうロッテリアみたいなとこ出てくるんじゃん。あるね、あるね。あの辺でさ、ちょっとなんか、歩けなくなって。 気になった。罪悪感で。おばあちゃんおばあ、おばあちゃんだと思う。70歳ぐらいだと思うんだよね。でもさ、正直、あの、予想ついてると思うんだけど、ホームレスだから、老けて見えるってのはあるのかも。あー、なるほど。身なりもちょっと。だと思うんだけど。小切れ目ではない。そう。なんか壁にこう手ついて、ちょっと人手なしだったな、みたいな。いやいやいや、それは考えすぎよ。でも。 頼ってきててさ。いや、ちょっと、いやいや、それで仮に家にも連れてきたとして、ちょっと出かけて帰ってきたらもう家のもん何もなくなってるそれ、麦もいるからさ、無いんだけど、母ちゃんに似てたのよ。顔が。勇気を振り絞って、厳ビを返したんだよね。マジで ?5 分戻ってって。いや、これ、このままだと、 悪感で明日を生きられないと大体そっか進めないわけだから行くまでの間にいや止むことはできないから財布の中見たらさ結構入ってたのよかねああ現金がね結構入っててえっとでそのうちの7万円をまずポケットに入れてまあいいと思う正解だ7万円の財布に入れた状態でおばさんの方戻ってったんだよそしたらおばさんまだ座っててさ なんかその横を誰か通っててももう声かけてないんだよ。やっぱこれ僕だからかけたんだなって。話しかけやすそうな人を狙ってたんだな、きっと。あ、かもしんないね。そしたらさ、あれみたいな顔してこっち見てるんだよ。したら戻ってきたみたいな感じ。いや、あの、近く行って、さっきすいません、あの、止めることはできないんですけども、その財布出して、これ、あの、どっかあの、あったかいビジネスホテルとかに、 はい。安いところちょっと、これしかお金ないんで僕。これちょっと、あったかいところ行って、あの、泊まってくださいみたいな3000出したら。じゃあ向こうがさ、逆にさ、なんかちょっと、熱くなったのか。いやそういうんじゃないからじゃ、なんだいや、お兄ちゃんそういうんじゃないから。いや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 、みたいな。そういうつもりで声かけたんじゃなくて、お兄ちゃんそういうんじゃないからと。なんかプライド僕もなんか、出した手前も。いや、でもこれ、 しかないんで、ほんとすいません。あ、止められないんですけど、これだけなんとか美味しいもん食べて、あったかいもん食べてください。いやいや、お兄ちゃん、違う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 。そういうのじゃなくて、声かけたのは、ほんと違って、違って。なんか向こうもちょっとほっぺら赤くなってきてるんだよな。違くて違くてみたいな。嬉しかったんだこっちは赤くなってさ。いやいや、みたいな。で、その島には、いや、お兄ちゃん、ほんと、聞かなかったことにして、つって。たたたたたたって、逆の方に走ってって見えなくなったんだよね。 <laughs> 何だったんだろうね、この話。<laughs> なんか、新手の援助交際見てるような気分だったな、ね、今。<laughs> <laughs> 向こうは息子の面影あったのかもしんない、僕に。この行いも、その中岡くん、ちょっと水分甘いを嗅ぎ分けた、中岡くんにジャッジしてほしいわけよ。これは、どうなのと言いたい。うんうん、まあ、俺は間違いなく、うん、 いや、そういうのは良くないと思います。やっぱ。そんな身も知らないね、男を、男じゃん。男の家行って、乱暴されたりとか、されることあってあり得るんですよ。気をつけた方がいいですよ、と。なんならリスクしかないわけだよ、そういうのは。まあそうだね。止めるのはさすがに僕も無理だなってのはあった。で、仮に止めたとして、そこでもしその人が、私誘拐されましたなんて言い出したら、俺がお縄だからね、逆に。 いやいや、その、<あ>こうやって言われたからって言っても。そっか、連れ込んだよ、みたいなんだ、<う>僕が。証拠もないわけじゃん、しかも。録音しながら話をするわけでもないから。そ,それで、そうなった時はもう、マジで、俺がお名前になって、損害賠償金いくら、みたいな。<laughs> で、向こうのおばちゃんを、うわう,う,うわうわ。わあり得る話だよね。うん。 <laughs> でも、お金はいらなかったんだなって。だそこがわからないんだよ。じゃあさ、一発目に話しかけられてさ、いや、じゃあ、軒先ならいいですよ。うん、玄関ならいいですよって言ったら、うん、でも多分それ、それ、来なかったんじゃない家がどこかもまず聞いてないしね。そう。多分さ、話したかっただけもしかして。適当に。ああ、おばあちゃんならあり得るな。きっとそうなのかもしれない。だから本当に金出てくると思わなかったんじゃないうん、うん、声かけたら。うん,う,んうん。まさか。 でも話したいんなら大通りのあったかい方行くようないいそうなんだよね。いや、ま、いづらい第一の少ない人数で喋りたかったとか、うん、かもしれない名りの邪魔なしで。いや結構俺ほら、ホームヘルパーの資格取るのに、老人ホームとか行ってたけど、うん、おばあちゃんとかおじいちゃんって若い人と話したいんだよ、うん、すごい。なるほどね。めっちゃ話しかけてくるんだよね。もしかしたらそれあるかも。 コメントにあったな、今。いや、うん、坂本、これが、うん、なんか家出した女子高生とかだったら、うん、どうしてたのって言われると、<laughs> はい、多分話しかけられた瞬間、うん、ガンダッシュするね、僕。<laughs> 逃げる。それは。それはダッシュして逃げるね、僕。は、うん、いいと思うね。ただ、その、おばあさんとか、うん、ちょっと力のない。ちょっとさ、やっぱり社会的に弱い立場の人が困ってると、うん、基本見捨てられない。 まあ、そう。なんか最近、ね、なんかね、5年か6年ぐらい前から見捨てられなくなったんだよな。うん、歳取ったんだろうな、僕、きっと。うん、だからこの前さ、若い女の人が目の前で滑って転んだんだけど、うん、僕、ガンブシで通ったからね、近く。それはいいんじゃない <laughs> 絶対関わらねえみたいな感じで、うん、鉄の椅子でそ。それで声かけたら、何こいつナンパ肝とか言われるからね。<laughs> パンツ見てんじゃねえよぐらいまで言われてさ。<laughs> <laughs> なんでこんな心優しい男は結婚できないだろう違う違う、中岡が正しいんだよ <laughs> あのよ。ただガードが甘いだけなのよ、こっちは。そう,ね、そうなんですよ。受 <laughs> け入れられやすいというか。<laughs> 困るじゃん、結婚したら男はある日突然変なおばあさん連れてきますとか。<laughs> <laughs> <laughs> いいってなるからね。<laughs> 何やってんの、お前って言われるよ、多分。